全日空は来月25日から能登空港と羽田空港を結ぶ便を能登半島地震前と同じ1日2往復に戻すと発表しました。全日空の能登羽田便は地震の後午前のみの1日1往復で運航していました。来月25日から来年2月28日までは地震前と同じように午後も運航し1日2往復に戻るということです。具体的には羽田空港を出発する便が午前8時55分と午後2時、能登空港を出発する便が午前10時40分と午後3時40分のそれぞれ2便となります。来年3月1日から29日にかけても1日2往復の運航を続けますが、午後の便の出発時間がそれぞれおよそ1時間遅くなります。全日空の井上真一社長は、地元の皆様の復旧復興に少しでもお役に立てれば幸いですとコメントしています。